はい、それではですね、今回の動画では Excel でデート関数、イヤー関数、マンス関数、まあ、この3つを組み合わせてですね、決まった日付を求める方法というのをやってみたいというふうに思うんですけども、まあ、今回のこの表で言うと、この請求日のところに、まあ、2014年の11月21日という日付を入力したときに、このお支払い期限のところに、ここでちょっと脚注でですね、まあ、お支払い期限は請求日の翌月15日ですよということなので、11月21日というのを請求日に入力をしたら、翌月の12月15日というのをこのお支払い期限のセルのところに求めるということをね、ちょっとやってみたいというふうに思います。それではね、まずお支払い期限を、表示したいセルをクリックをしておいて、関数の挿入ボタンを押します。でまず最初に入れていくのはデート関数になりますので、関数の分類でいうと日付、時刻のところですね。はい、そうするとね、一番上にデートあると思いますので、まあ、このまま OK ですね、はい。そうするとボックスが開きますので、まず年のところ、ここは年数を求めたいので、関数の中に関数を入れますので、この名前ボックスのところをクリックをして、その他の関数。で、まあここでイヤー関数を、ね、入れますので、イヤー関数も同じく日付時刻なので、まあ、このまま関数名の中をクリックして、アルファベットの Y ですね、はい。そうするとイヤーが一発で選択されると思いますので、ここで OK と。はい、でこのシリアル値のところは、この請求日を入力したセルですね、このセルを指定しておきます。はい、でここでまあ OK を押したくなるんですが、まだデート関数はこれで終わってませんので、数式バーのデートのあたりをクリックをしてください。はい、そうするとね、デート関数のボックスに戻りますので、今度は月のところですね。ここは今度マンスを入れていきますので、名前ボックスのところをクリックして、その他の関数で、同じく日付時刻なので、関数名の中をクリックして、今度はアルファベットの M ですね、はい。で、今度は少し下がってもらうと、マンスが出てくると思いますので、こちらを選んで OK と。はい、でシリアル値は、ね、先ほどと一緒で、この請求日を入力したセルを選択しておきます。はい、でここでもう一度デート関数に戻ってもらって、でここでですね、まあ、翌月の15日を求めたいので、このままだと、この請求日の11月というところが入ってしまいますので、ここで翌月なのでプラス1を入れておきます、はい、そうすると12が求められるということですね、はい、で次にこの日のところ、これは今回翌月の15日を求めたいので、ここの日のところには15と入力をしておきます、はい、これで完了になりますので OK と。はい、そうすると、2014年の12月15日という、まあ、お支払い期限を求めることができましたということですね。はい、まあ、こういった形でね、まあ、デート、イヤー、マンスを使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。